軍事演習を終えた中国の空母遼寧は中国へ帰還しています。今回は沖縄、台湾での遼寧と中国艦隊の動きを見ていきたいと思います。日本、アメリカともに今回は睨みを利かせているためか、空母3艘が動かないという事態に。南シナ海にいるアメリカの空母ルーズベルトが中国の遼寧打撃群を追跡中という情報が入ってきました。大国の空母打撃群同士が対峙したという一触即発とも言える事態なのです。各国がハラハラして見守る状況でしたが、遼寧が我慢比べに負けてしぶしぶ動き出しました。そのおかげで遼寧打撃群の情報はすべてアメリカが入手したことになります。2021年4月3日、海上自衛隊は中国の航空母艦遼寧と駆逐艦3隻、フリゲート艦1隻による6隻の艦隊が沖縄本島と宮古島間の公海を通過したと発表しました。同時にこの艦隊の行動を追尾していたことも公表しました。この艦隊の追尾と監視業務を担当していたのは、海自の護衛艦スズツキと B1 哨戒機、B3C 哨戒機等の航空機です。中国艦隊は、公海の通過でしたし、特に問題となる行動はなかったということです。この遼寧という艦艇は、中国海軍初の航空母艦ではあるのですが、練習用艦艇という位置づけにある艦なので、護衛の艦艇と艦隊を編成し、太平洋方面へ抜けて軍事演習するために航行していたと判断されているのです。その判断を裏付けるように、2日後の4月5日には、中国海軍から航空母艦遼寧等の6隻の艦隊が、台湾沖太平洋海域で軍事演習を行ったと発表がありました。この軍事演習は、台湾やアメリカへの示威行動と考えられています。今までも台湾の防空識別圏への侵入を幾度となく繰り返してきた中国ですが、2021年に入ってからはその頻度が増える一方です。今回の遼寧を中心とした艦隊の軍事演習も、そういった行動の一つということは言うまでもないでしょう。海洋進出を続ける中国の動きに呼応したかのように、4月9日アメリカ海軍は、大型の原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトを中心とする空母打撃群を南シナ海に派遣したことが明らかになりました。この空母セオドア・ルーズベルトは、アメリカ26代大統領の名前と同名で、史上最大の軍艦と呼ばれるほど巨大な艦艇です。この打撃群には、アーレイバーク級駆逐艦のラッセル、タイコンデロガ級巡洋艦のバンカーヒルが含まれていますし、他には、護衛艦として、イージス艦が複数従っているのです。前述の艦艇に加えて、ワスプ級強襲揚陸艦のマキンアイランドも合流しました。巡洋だけでも、アメリカの威信をかけたかのようにがかりなものだったようですね。これほどの艦隊を動かしたということは、アメリカも何か感じていたのでしょうか。いつもの中国とは違うなとか。アメリカは、南シナ海で、これらの艦艇による軍事演習を行ったことを公表すると同時に、これは、中国への牽制行動ということも、明確に示したのです。中国とアメリカ、世界の2大軍事大国が、航空母艦を中心にした空母打撃群艦隊を繰り出して軍事演習を実施したということです。文字だけではリアリティがなく、中国がアメリカに自分たちとは戦力差があまりないぞと戦力を見せつけようとしたのでは？という感じもします。しかし、中国とアメリカには
まだまだ大きな差があるのです。中国艦隊の中心は空母遼寧ですが、この艦艇美はあくまでも練習艦なのです。ですから、艦載も多くは搭載できません。しかも、航空機を発出するためのカタパルトもないのです。見かけ倒しという言葉を連想してしまいますが。ということは、空からの攻撃に使える兵器の攻撃力は、アメリカには、はるかかに及ばないレベルと言ってよいでしょう。また、中国艦隊に随伴している駆逐艦ですが、中国製イージス艦とは言っていますが、アメリカのアーレイバーク級駆逐艦、タイコンデロガ級巡洋艦などが搭載しているイージスシステムとは、雲泥の差があると推測されます。アメリカのイージスシステムが本家本元ですからね。中国のこういった水上戦闘艦の本来の主な任務は、母艦である航空母艦の防衛でした。しかし、長い時間をかけて培ってきた複数の目標に対する防空対処能力に関しても、まだまだ中国はアメリカ軍の水準には達していないと推測されます。つまり、万が一この2つの空母打撃群同士は真正面からぶつかるという最悪の事態に陥ったとしても、今の時点では攻撃力に関しても防御力に関してもアメリカ海軍より中国海軍が優位に立つということはありえないでしょう。そしてもう一点。空母打撃群には必ず攻撃型潜水艦がついてくるはずですが、中国とアメリカの潜水艦の性能を比べてみても、対潜艦哨戒能力の点から見ても、中国海軍のレベルは低いので、脅威とは思われないのです。当の中国は、そんなことは嫌というほど理解しているはずだからこそ、自分が、全く勝ち目のない今時点で、空母打撃群同士の衝突などは考えていないでしょう。衝突したら、中国自身がひどい傷を負うことになりかねません。つまり、アメリカ軍に対しては、あくまでも威嚇程度に止めるのではないかと考えられるのです。中国が武力行使に出るとすれば、相手は、アメリカのような大国ではなく、自分より、ずっと、格下の相手と思われます。さらに条件をプラスすると、最大のライバルアメリカと政治的にも少し距離のある国でしょう。例えば、フィリピンやベトナムあたりという可能性が考えられます。フィリピンは長い間アメリカ軍基地を置いていましたが、増大する基地負担金が国家予算を圧迫したこと、ピナツボ火山の噴火などもあったので、1990年代に駐留アメリカ軍基地を廃止しました。アメリカ軍はフィリピンから撤退したのです。両国とも思い切った判断をしたと思います。その後のフィリピンは中国に接近していたようですが、南シナ海への海洋進出を進める中国と、スプラトリー諸島の領有権をめぐって対立が激しくなっています。2021年3月、このスプラトリー諸島内のウィット山礁周辺に、中国船舶が200隻以上も集結したことが確認されたため、フィリピンは抗議する目的で FA-50 ペーハー戦闘機を出撃させたのです。この FA-50 ペーハー戦闘機は韓国製で、購入した国の多くでは実戦用ではなく練習機として使用していました。しかし、フィリピンではこの機体を唯一無二の戦闘機として実戦配備していたので、これを投入する姿勢を示すことによって、中国への対抗意思を明らかにしたとも言えましょう。
つまり、フィリピンは、虎の子の戦闘機を見せて、中国に脅しをかけたというわけです。こうしたフィリピンの動きに対して、中国海軍は、前述のウィット山礁周辺海域に、新型の22型ミサイル艇を投入しました。この船は、対艦ミサイル8発、防空用にも、使用可能な 30mm ガトリング機関砲を備えた艦艇です。練習機相手に大行ですね。フィリピンに見くびられてて丸かと言わんばかりの中国の行動ですね。フィリピンの FA-50 ペーハー戦闘機が中国側の予想を裏切って接近してきたら、レベル下の相手とみなしている中国は、対空兵器 30mm ガトリング機関砲を使用する可能性も考えられました。いずれにしても、南シナ海の緊張の度合いは、ここ数年で飛躍的に高まってきたという意見が聞かれるようになってきたことは確かです。しかし、中国がことを構えるとすれば、自分と同じ軍事大国アメリカではなく、自分より弱いと、上から、目線の態度で臨める周辺国相手というのが、確率としては高いのではないかと思われます。